え、こち亀の両ょうつは結婚してても関係なく挑戦するというリスクを恐れないキャラです。え、両ょうつ結婚してたっけ実際作中で総額数兆円稼いでいます。経営者や成功者はこういう挑戦的な人が多いんでしょうかすると現実でこれに近い人といえば誰が思いつきますかえっと、残念ながら、あの、漫画の中のキャラクターなので、あんな人は世の中にはいません。 あの、その、えっ、ー、と、僕、その、大学に入った時に、この大学辞めようかなって思った理由が、その、孫悟空って超強いよなって言ってる人がいたっていうのを見た時なんですよね。なので、あの、いや、漫画ではそういう成功あるかもしれないんですけど、残念ながらそれは現実ではないので、あの、ちゃんと切り分けた方がいいと思うんですよ。で、あの、この相談は別に僕じゃなくても誰でもできるし、同じ答えを返せると思うので、あの、1000円払うぐらいだったら、その、友達にもうちょっと、あの、そういう話をした方が、現実は違うよっていうのを丁寧に答えてくれるんじゃないかなと思います。はい。